日様ポカポカ、いい天気だにゃ。こんな日は出かけたくなっちゃうね。ピクニックとか。ピクニックいいですね。最近慌ただしかったですから。お弁当作って持っていきたいよね。おやつも。みんなはこれは絶対お弁当に入れてほしいおかずってある？おにぎり。花よ、おにぎりはおかずじゃないわよ。でもご飯にはどんなおかずだって合うから、おかずの王様と言えるんじゃないかな。花よの熱意はわかりますが、その理論はちょっと。っていうか、私たちのお弁当ならおにぎりは入れてほしいとかじゃなくて、あるものとして考えていいんじゃない？確かにそうですね。ではおにぎりと一緒に食べたいものというと、卵焼き。リンも卵焼き大好きだにゃ。唐揚げも欲しいです。ほうれん草のごま和えとかもいいかも。うわあ、どれも食べたい。まきちゃんはどう？私は何でもいいけど、タコさんウインナーとかは定番じゃないの？最高！ねえ、今度みんなで行こうよ。雑誌とかテレビとかに出られたお祝いってことで。打ち上げはこの間したではありませんか。こういうのは何度やってもいいんだって。おはよう。のぞみちゃん、エリちゃんとニコちゃんもおはよう。ねえねえ、今ね、みんなでピクニック行きたいねって話してたんだ。いいわね、行きたいわ。お弁当いっぱい作って持っていくにゃ。それはニコの手作りお弁当が食べたいってこと？いいわ、お重いっぱいに作ってあげる。って、それはいいけど、あんたたちまだ着替えてもないの？どんだけおしゃべりしてたのよ。30分くらい？30分？それだけあったら屋上で準備運動まで終わらせられるじゃない。もう、私たちがいなくてもちゃんとやる。ほらほら、着替えなさい。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、ストップ。ふぅ、新しいステップ難しいね。そうだね。でも大丈夫だよ、いつかはできるようになるって。いつかなんて悠長なこと言ってる場合じゃないわ。ニコたちはこんなところでつまずいてる時じゃないのよ。そうやね、ダンスのレベルを上げなくちゃ。ダンスだけじゃないわよ、歌だってもっと上手くなりたいわ。気合が入っていますね。当たり前ニコ、雑誌やテレビでミューズに注目が集まってるんだから、今こそすっごいものを見せつけるチャンスニコ。世界をあっと驚かす前準備なのよ、これは。世界を驚かすこと諦めてなかったのね。諦めるわけないでしょ。まあ世界は置いておくとしても、せっかくミューズを知ってくれる人が増えたんだもの、やる気は出るわよね。そうやね、すごいものを見せたいって思ってるのはみんなも同じじゃない？うん、それはそう思う。それじゃあ
新しいステップも秒で覚えるわよ。ニコちゃん、スパルタだにゃ。ニコについてきなさい。7回目です。え、何が？ほのかのため息の回数です。30分と経っていないのに7回も。まさかまた小テストの結果が。小テストの結果はお母さんに見せられない。まったく、きちんと授業を受けていれば解けない問題はなかったと思いますが。言わないでよ。そういう海ちゃんはどうだったの？100点です。すごい。小鳥も同じですよ。小鳥ちゃんも。二人ともずるいよ。まあでも、人生勉強だけが全てじゃない。ちょっとくらい点数が悪くても大丈夫だよね。で、何点だったんですか？それは…どうやら、ちょっとくらいでは済まされないようですね。ごめんなさい。だって小テストあるの忘れてたんだもん。次は小鳥と3人で勉強会をしなくては。それで、ため息の原因は小テストの結果なのですか？うん。でも小テストのことを思い出してもっとモヤモヤしちゃったよ。では、もともとの原因は？最近の部活のこと、なんか前と違うなーって。確かに、私も少し感じていました。朝練の集合時間も早くなったし、居残り練習も増えたし、それはいいんだけど、エリちゃんたちもピクニックいいねって言ってくれてたのに、その話もなかったみたいになってるんだもん。なんだか焦ってるっていうか、おみちゃんはそう感じることない？焦ってるですか。言われてみればそうかもしれません。進化したミューズで世界を驚かすとか、アクアに負けないとか、本当の本当に本気なのかな。それは本気で言っていると思いますよ。ダメだ。こうやって悩んでてもしょうがない。ちょっと気分転換しよう。お待たせいたしました。こちら、期間限定スペシャルロールケーキとローズティーでございます。わあ、おいしそう。いただきます。おいしい。しっとりふわふわなのに密度の高いスポンジ、たっぷり入ったみずみずしいフルーツとクリームが。あ、海ちゃんのも美味しそう。ちょっとちょうだい。ダメです。こればかりはほのかにも分けられません。じゃあ小鳥ちゃん、ケーキおかわり。はい、おかわりですね、お嬢様。よろしければ、このケーキを作ったパティシエをお呼びしましょうか？ここにパティシエご本人がいるんですか？ぜひお願いします、小鳥。お礼を伝えたいです。パティシエさん、お嬢様がお呼びです。はーい、お呼びですか、お嬢様。カナタ、どうしてここに？
かなたちゃん、ここで臨時アルバイトさせてもらってるの。かなたさんが作ってくれるケーキ、とっても評判がいいんだよ。これ、かなたさんが作ったの？すっごく美味しい。やったぜ。他にもおすすめのケーキがあるから、ぜひ食べてほしいな。どんなケーキなんですか？シュー生地を使ったケーキも評判なんだよ。へえ。パリブレストっていうフランスのお菓子なんだ。キャラメルクリームとナッツがたっぷり。美味しそうですね。あの、それを一ついただいてもいいですか？私も。毎度あり。じゃなかった。かしこまりました、お嬢様。小鳥、アルバイトお疲れ様でした。小鳥ちゃんお疲れ様。かなたさんはまだ終わらないの？うん、かなたさん今日はクローズまでいるんだって。残念。一緒に遊べるかと思ったのに。また日を改めて誘いましょう。そうだね。それにしても、ほんと美味しかった。少し食べ過ぎてしまいましたね。じゃあちょっとお散歩する？久しぶりに3人で秋葉デートしよう。あ、私スクールアイドルショップに行きたい。新しい雑誌が出てるはずだから。アクアが特集されているものですよね。この間のライブのレポートも載ってるんだよ。じゃあまずはそこからだね。雑誌ゲット。他にも何か出てるかな。あ、見て、あそこミューズの特設コーナーができています。ほんとだ。おー、すごい。やっぱり雑誌とかテレビの影響かな。きっとそうだと思います。 PV を見てくれる人も増えましたし。写真撮ってみんなに見せようよ。ニコちゃんたち喜ぶだろうな。こんなに注目してもらえるなんてすごいよね。そうですね。自分たちのグッズが作られた時もびっくりしましたが、特設コーナーまで。秋葉が生んだスーパースクールアイドルだって。照れるな。嬉しいよね。私たちの活動を見て応援してくれる人がたくさんいるんだね。なんだか夢みたいだよね。だって最初は私たち3人だけで始まったんだよ。最初はライブにお客さんもいなかったのに。ううん、花代ちゃんたちが来てくれたからちゃんといたよ。そうだね。3人から6人、そして9人。嬉しかったな。仲間が増えて、9人のミューズになれて。結局グッズも買ってしまいました。私もお部屋に飾るんだ。ねえねえ、ちょっとお腹空いてきてない？さっきカナタのケーキをあんなに食べたではないですか。そうだけど。
にあったカフェのクレープが。あれ？ない。あのお店、この前閉店しちゃったみたいだよ。そうなの？フレンチトースト好きだったのにな。じゃあ、向こうの通りにあったたこ焼き屋さんに行く。あ、そこもなくなっちゃったんだ。そっか。最近、この辺のお店の入れ替わりが激しいんだよね。有名な定食屋さんも閉まっちゃったし。そういえば、有名な電気屋さんや老舗のパソコンショップも閉店するとニュースで見ました。そうなんだ。ねえ、もしかしてメイドさんも減ってない？前はメイドさんからチラシをもらったのに、今日はいないような。やっぱりそう思う？あのね、前はチラシ配りしてるときに他のお店のメイドさんとよくお話ししたんだけど、最近はあんまり会わないんだ。改めて見てみると、通りを歩いている人も前とは結構違いますね。海外の方やお仕事の方が増えた気がします。通りでパフォーマンスしてる人たちもあんまり見かけなくなっちゃった。変わって言ってるんだね。私たちが出会った、私たちが知っている秋葉から少しずつ。なんだか少し寂しいね。秋葉の空気大好きだから。秋葉、変わっていっちゃうのかな。小鳥ちゃんがいるメイド喫茶もいつかは。もしかしたらそうなるかもしれないね。海ちゃんが言ったように、歩いてる人たちも変わってきたから。だけどね、新しく常連さんになってくれた人もいるんだよ。え、そうなのですか？間違えて入ってきちゃった人でもまた来てくれるようになったりね。小鳥ちゃんのメイド喫茶はお茶もスイーツもオムライスも美味しいもんね。ありがとう。あとね、海外の人はメイド喫茶に一度来てみたかったって人も多いんだ。知ってるお店がなくなっちゃったり、よく会ってた子と会えなくなっちゃったりするのは寂しいけど、新しい出会いもあるんだよね。前からのお客さんは少なくなってもいなくなるわけじゃないし、新しいお客さんも来る。そういう流れも楽しみたいなって思ってるんだ。それにほら、見て、今作ってる新しいビル、どんな場所になるかワクワクしない？新しい場所ができて、新しい人が集まるんですね。秋葉ってそういう空間なのかもしれません。常に変化をし続ける空間。ただ、どんなにこの街が変わっていっても、私たちがここに抱く思いは変わらないと思います。ほのかや小鳥とミューズのみんなと作ったここでの思い出がありますから。そっか。私、ニコちゃんが考えてることやっと分かったかも。変わっても変わらないんだね。一生大好きで変わらない思い出がもうあるんだから。だったら、そういう宝物をもっともっとたくさん作っていきたい。だからニコちゃんはああ言ってたんだ。あー、やっとすっきりした。なんか歌いたくなっちゃった。ねえ、ちょっとだけ歌わない？え、
ここでですか？ほらほら、うみちゃんの立ち位置はここ。小鳥まで準備 OK。 うみちゃん、小鳥ちゃん、一生大好きで変わらない私たちの思い出作ろう。歌っちゃったね。気持ちよかった。歩いてた人たちびっくりさせちゃったかな。そりゃ街中で人が突然歌い出したらびっくりもしますよ。でも最後まで聞いてくれてたよ。拍手もたくさんもらえて嬉しかったな。お店の人もわざわざ外に出て応援してくれてたね。外国の人も立ち止まって見てくれてたよね。終わった後、グレイトって褒めてくれたし。もしかして今の秋葉の人たちにアピールできたのでしょうか。きっとそうだよ。ねえ、うみちゃん、小鳥ちゃん、変わっても変わらないんだね。街並みもここを歩く人も変わったかもしれないけど、歌を聴いてくれる人のキラキラした笑顔は変わらない。一緒に楽しむ気持ちも同じなんだ。うん、そうだね。私また秋葉で大切な思い出ができちゃった。ほのか、顔がだらしないですよ。嬉しいんだもん、にやけちゃうよ。そんなこと言ってるうみちゃんだってニヤニヤしてるじゃない。え、ニヤニヤだなんてしていません。それを言うなら小鳥だって。えへへ、だって楽しかったんだもん。行ってきます。はあ、ダメね。ダメダメすぎるわ。いつも通り振る舞ってるつもりなのに、ココアたちに心配されちゃうなんて。こんなことじゃいけないって分かってるのに。はあ、だからダメよ。スクールアイドルは常に笑顔じゃなきゃ。どこでファンが見てるかわからないんだから、暗い顔は厳禁。さあ、気を取り直すのよ、ニコニー。大銀河宇宙ナンバーワンアイドルなんだから。今の部内の空気は変えないとダメよ。みんなの気持ちが一つになってないもの。ミューズとして一生誇れる宝物を作りたい。でもそれってあんな空気にしてまで押し通すこと？ほのかたちをモヤモヤさせたままじゃ意味ない。だったら私の気持ちなんて。32ページの3行目。つれづれなるままに日暮らし剣に向かいて、いや剣に向かいて、はい。はあ、ねえニコ、今日の練習のことなんだけど。で、ニコ？上の空やね。
卵焼きもらっちゃおうかな。はん。ニコッチの卵焼きはほんと絶品やね。ねえ、全然気づいてなさそうなんだけど。え、嘘。おーい、ニコッチ。うちのミートボールあげるから、ほら、ね。え、何？くれるの？ありがとう。どうしたのよ、ニコ。ニコッチがこれだけ悩むなんて、理由は一つよ。部活のこと？エリとのぞみはどう思う？今、部の雰囲気ちょっとおかしいでしょ？ミューズを進化させようっての、やめるべき？それは、うちらの思ってることをもっとちゃんとみんなに説明してから考えない？思ってること、ね。ミューズが大好きで、ミューズに誘ってくれたことを本当に感謝してる。この9人の活動がきっと人生の中で忘れられない宝物になる。だからこそ、今まで以上にたくさんの思い出を、一生誇れる宝物を作りたい。この9人で活動できる時間は限られているから、このまま伝えようよ。そんな恥ずかしいこと言えるわけないじゃない。二人からみんなに言ってくれない？いや、こういうのはやっぱり部長のお仕事かなって。ニコの言葉で伝えるのがいいと思うわ。私たちも隣にいるから。もう。わかった。私が言うわ。やってやるわよ。どんな恥をかいたって、ニコは実現させたいんだから！その調子その調子。うちらがついてるよ。とはいえ、どうやって言ったらいいのよ。タイミングは？切り出し方は？落ち着いて。いつも通りでいいのよ、ニコ。言い出しにくいなら、うちが代わりに。うん。ここはニコが。おはよう！一番乗りかなーって、ニコちゃん！のぞみちゃんとエリちゃんも。早いねー。おはよう、ほのか。あのね、話したいことが。ニコちゃん！私分かったよ。ミューズ、どんどん変わっていこう。え？私たちの、ミューズの変わらないものを増やすために、もっともっと変わっていこう。新しいミューズを、たくさん作っていこう。ほのか。ニコちゃんが伝えたかったのって、こういうことだよね。まったくもう。あんたって。わあ！ニコちゃん？やっぱりあんたって、頼もしいわ。なになに？聞こえなかった。なんでもないわ。変えていくわよ、ミューズ！したというか、ようやく気づけたんですよね。うん、ニコちゃんがどう考えてたのか、私たちやっとわかったんだ。そうなの、ビビビッときたんだよ。
ますますわからないんだけど。ニコッチの熱いハグで全て解決したんだよ。お願いだからわかるように説明して。9人での最高の思い出をもっともっとたくさん作ろうってことだよ。そうよ、だから案を出しなさい。世界をあっと驚かせるようなすごいことをしなくちゃいけないんだから。うんうん、世界がひっくり返っちゃうくらい驚くやつ。二人とも熱いにゃ。うみ、どうにかしてよ。ほのかがやる気になったら私には止められませんから。そういううみちゃんだってほのかちゃんがやる気になると思えてきちゃうじゃない。私はどちらかというとほのかをたしなめる側だと思うのですが。そういう時もあるけど、そうじゃない時もあるかな。小鳥、ここは私の味方をしてください。私は味方だよ、うみちゃん。ほのかに味方してもらっても。せっかく一番に味方したのに。もういいです、話を戻しましょう。ミューズだからできるすごいことですよね。お、いいね、うみちゃん、やる気満々。みんなでアイディア出そうよ。みんなはどんなことがしたい？私たちだからこそできるすっごいことって何かな。すごいこと、もし実現したらすごいと思うのは秋葉ドームでのライブです。ミューズのファンでいっぱいになった秋葉ドームを見ることができたら一生の思い出になると思います。それできたら最高。秋葉ドームがいっぱいになるって何人の人が来てくれるんだろう。何でもいいならうちは映画を撮ってみたいかな。もちろん出演はミューズ9人ね。楽しそう。衣装いっぱい用意しなくっちゃ。お芝居だなんてできませんよ。あら、ドキュメンタリーならお芝居の必要はないわよ。それはそれで恥ずかしいです。最高！ずっと残る記録にしたいよね。それから、それから。そうね、ニコはもう一度スクールアイドルフェスティバルを開きたいわ。次はもっとたくさんのスクールアイドルを呼んででっかくやるのよ。いいや、あの盛り上がりは何度だって体験したいよね。スクールスクールアイドルフェスティバルをもう一度やるなら曲数も増やしたいわ。うん、もっと歌えたらって思ったもん。ダンスも今までよりレベル高くして。当然でしょ。目指せ100曲とか。うみちゃん、まきちゃん、頑張って。私たちだけにやらせるつもりですか。この顔はそういう顔よ、海。そんなことないって。そんなこと本当にできたらすごいにゃ。本当にしましょう。私たち9人だからこその思い出を作るのよね。次のスクールアイドルフェスティバルをやるときはアクア、虹学、ミューズ全員で合宿しようね。いいわね。マキ、マキんちの別荘頼んだわよ。いくらなんでもそんな人数は無理よ。外にテント張って過ごしても楽しそうやね。
スクールアイドルファンサイトの企画で愛たちがキャンプにハマっているという動画を上げていましたよね。キャンプいいと思います。やりたいことがたくさんあって大変やね。その方が燃える。みんなで全部叶えたいよね。私たちならできるよ。だってミューズだもん。リン、もういらない。え、リンちゃんが残すなんて珍しい。お腹でも痛いの？ううん、そんなことないけど、なんかちょっと疲れたのかも。わかる気がする。私もちょっとね。あの、今日はいつものミューズに戻っててよかったね。私ちょっと心配してたんだ。最近少しギクシャクしてたものね。ニコちゃんとほのかちゃん、いきなり息がぴったり合ってて、リン、びっくりしたにゃ。うん、だね。二人で何かお話ししたのかな。でしょうね。あの二人が盛り上がるとすごいにゃ。リン、そういう時っていつもはすごくワクワクするんだけど。私も。でも今日はワクワクっていうか、なんか勢いに負けちゃったわね。2年生と3年生の。なんで急にあんなこと言い始めたのかな。あんな思い出作りみたいな。ほのか言ってたわね。9人だからできるすごいことはしたいとか、記録を残したいとか。ほのかちゃんたちの気持ちはわかるんだ。私だってこの9人だからこその思い出はいっぱい欲しいよ。だけど難しくても受け止めなきゃいけないわよね。ずっと同じところにはいられない。人にはみんな未来がある。だからこそ最高の思い出を作ろうとしているんだろうなって分かった。だから反論もないわ。ただミューズの活動が思い出作りになっちゃうのは少し違うと思ってる。ずっと9人のままでいられたらいいのにな。そうだよね。私はその分かってるよ。マキちゃん、マキちゃん、大人っぽいこと言うけど、気持ちは私たちと同じだもんね。一緒にしないでよ。小テストってさ、中間とか期末みたいな本番じゃないでしょ。だからいまいちやる気が出ないっていうかさ。本番じゃないから、そこまでの結果じゃなくても大丈夫だと思うんだよ。何を言ってるんです。テストに本番も何もありません。ほのかちゃん、次の小テストの勉強一緒にやろうよ。次はきっと挽回できるから。共にミューズの歴史を積み上げる仲間がこれでは情けないですよ。はい、次で挽回します。はあ、ほのかの成績のことで悩んでいる場合ではないのですが。海ちゃんも気づいてた？ええ、いつも賑やかな一年生が静かでしたから。ああ、私突然ずっと残る記録にしたいとか言っちゃったからな。私も一生の思い出と言ってしまいました。急に思い出作りみたいなこと言い出したら戸惑うよね。どうにかうまくこの感覚を説明できたらいいのですが。
説明したいけど、うまく言葉にできないっていうか。私も秋葉の街を見て、歌って、ようやく気づけたもん。難しいな。ずっと変わらない最高のものを作るためには、自分たちが変わっていって、今を最高にしないとって。自分で言ってて混乱してきた。なんかうまく言えないかな。だったら、曲、作っちゃうのはどう？え？ほのかちゃん言ったでしょ？秋葉の街を見て、歌ってつかめたって。私たちの気持ちを曲にして、聴いてもらおうよ。そっか、そうだね、そうしよう。小鳥ちゃん、天才。私と海ちゃんと小鳥ちゃんで、作ってみたい曲があるの。私たちが作らなきゃって思う曲なんだ。早速やる気やね。まだ何もできてないんだけどね。実際の作曲については今回もマキにお願いしたいのですが、いいでしょうか。試してみたんだけど、私たちじゃ作曲は難しくて。マキちゃん、お願いできないかな。いいわよ。それなら書き溜めてた曲を渡しましょうか。え、いいの？勉強の合間とか気分転換で作ったものだけど。あんたほんと頼りになるわね。ほんとに100曲作れちゃいそうね。マキちゃん、私も聞いてみたい。先に言っておくけど、思いつきで作ったものばかりだからクオリティは保証しないわよ。どれも簡単なメロディーだけだし、完成していないものもあるから、時間があればここからブラッシュアップさせようかと思って貯めていただけのものだし。すっごく助かる。ありがとう、マキちゃん。じゃあ後で送っておくわ。マキちゃん、マキちゃん、私にも。はいはい、みんなに送っておくから。本人はああ言っていましたが、さすがマキですね。どの曲も大変素晴らしいです。いろんなジャンルの曲だったけど、どれもちゃんとミューズらしいよね。マキちゃんだもん。ねえねえ、二人はどの曲が一番良かった？どれもいいと思いましたが、最後の曲でしょうか。私も同じ。私もこれしかないって思った。切なさがありつつも顔を上げて共に歩いている、そんなイメージが浮かびました。とっても優しい曲だよね。このメロディーに私たちの思いを乗せていこうよ。ではほのかと小鳥の素直な気持ちを聞かせてください。私がその言葉を歌詞にしてみせます。いいよ、海ちゃん、頼もしい。じゃあそうだな、まず一番伝えたいのは、この9人で活動できてる今の時間が大好きだってこと。ミューズでいられる今の関係がすごく愛おしくて大切ってこと。ミューズはどれだけ時間が経ってもミューズだってこと。ということは、私たちは一生ミューズ？そうだよ。
私も海ちゃんも小鳥ちゃんもずーっとミューズだもん。それは少し強引な気もしますが。でもみんなには絶対伝わるよ。それでは出だしはこんな感じでどうでしょうか。すれ違っても、できた？完成だよね。ええ、完成ですね。やったー！すっごくいい曲ができたね。早速歌いたい。ここでですか？さすがに近所迷惑になるのでは？じゃあ公園に行く？いいね、行こう行こう。ほら、海ちゃんも立って立って。早くこの気持ちを叫びに行こうよ。マキちゃんの曲、どれも素敵だったよ。曲も完成が楽しみだにゃ。早く歌いたいよね。待って、あれ全部採用するわけじゃ。なーに言ってんのよ、全部採用よ、採用。ちょっと、全部使えるメロディーとは限らないし。そんなことないよ、本当にどれも素敵だったもん。うち、あれが気になるな。一番最後の曲。私もよ。そっと寄り添ってくれるみたいな、あったかい曲だったわ。リンもあの曲好き。ああ、やっぱり早く歌いたいよね。もう、そこまで私を持ち上げてどうしたいのよ。ちょっとほのか、落ち着いて。あ、ごめんごめん、みんなおはよう。おはよう。もう曲できたの？すごいにゃ。ニコの準備はいつでもいいわよ。さあ聞かせなさい。ニコっち、せめてカバンくらい置かせてあげようね。そうね、ゆっくり準備して早く聞かせなさい。ニコ、矛盾したことを言っていますよ。それだけ楽しみにしてくれてたってことかな。私は楽しみだったよ。3人がどんな曲を作るのか、私たちの気持ち全部詰め込んだんだ。これを聞けば分かってもらえると思う。曲のタイトルは？タイトルはセンチメンタルステップス。どうかな。私たちとしてはうまくいったかなと思うのですが。あのみんな、原しょ、ごめん、ちょっと言葉にならなくて。 あんたたち何も作ってくれてんのよ。ニコ、泣かないでください。こんな曲になるなんて、作曲した私にも想像がつかなかったわ。私、みんなの言ってたことやっとわかったよ。
保存したい気持ち、保存したい今をこの9人でいっぱいいっぱい作るにゃそうよ、やらなくちゃ私たちにしかできないことを。あのね、私この曲の歌詞を考えながら思いついたことがあるんだ。思いをつないでいくライブがやってみたい。思いをつないでいくライブ？日本中のスクールアイドルの子たちにお願いしてリレー形式でライブをするの。思いを伝えたいスクールアイドルに向けて歌を歌って、そのバトンを受け取った子がまた次の思いを伝えたい子に向けて歌って、でどんどんつながっていくライブ。日本中のスクールアイドルがライブで一つにつながって、それをみんなで応援する、そんなライブができたら素敵だと思わない？歌で日本中のスクールアイドルを一つに。ずいぶんスケールの大きいこと言うじゃない。難しいかな。想像もつかないけど挑戦してみたいわね。ニコたちの新しい目標ね。ニコちゃん、喧嘩しちゃダメだからね。喧嘩しに行くわけじゃないわよ、宣戦布告。その迫力じゃ喧嘩と思われちゃいそうよ。これは熱意。まあまあ、遊びに行くことに違いないんだし。そろそろおにぎり食べてもいい？あ、私もお腹すいた。そういえばピクニックに行きたいという話もしていましたよね。その計画も立てなくちゃ。ええ、ちゃんと行きましょうね。やったー。ニコッチ、チカッチたちには連絡してるん？ちゃんとしたわよ。内浦の海岸で待っててって。やっぱりシチュエーションが喧嘩じゃない。できてるかしら。なになに、喧嘩なの？わお、海岸で喧嘩なんてドラマみたいね。ごめんなさい、違うのよ。うちら今日はアクアのみんなにお礼が言いたくて来たんだ。お礼？なんかしたっけ？何もしてないよね。ううん、この間のアクアのライブから私たちすっごいものをもらっちゃったんだ。ライブで？冊子のことかな。あれは力を入れて作ったずら。とっても読み応えがあったもんね。喜んでもらえたなら嬉しいな。ですが、そのためにわざわざいらしてくださらなくても。冊子はもちろん読み込んだわ、隅々までね。あんたたち、たくさんの感謝の言葉を並べてたけど、それはこっちのセリフじゃなくて、ライブの後、ニコが言ったこと覚えてる？え？なんだっけ？覚えててよ！挑戦状受け取ったわよ！
って言ったでしょ。あ、ごめん、そういえばそうだったかも。あんたたちのライブが最高の挑戦状だったのよ。あれを見てミューズはこのままじゃいられないって思ったの。もっともっと成長して、ニコたちももっと最高を更新し続けてみせるわ。私たち新しい目標ができたんだ。スクールアイドルの歌と思いをつないで日本を一つにつなげるの。実現したらアクアも参加してほしいんだ。最高のアクアを見せてちょうだい。理解したわよ。あんたたち、アクアに宣戦布告に来たのね。このヨハネがいるアクアに身の程知らずな真似をしたこと、必ず後悔させてあげる。その宣戦布告受け取ったわ。はいはい、ヨシコちゃん、どう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 じゃない、あとヨハネ。ん、チカちゃんどうしたの。チカちゃん、ぼーっとしてる。目を開けたまま寝ちゃった。おい、チカちゃん。あの私たちのライブを見て目標ができたの？うん、そうだよ。へえ、すごい、夢みたい。じゃあこれからももっともっと進化するミューズを見せてくれるってことだよね。その通り。うははは、すごい、すっごい楽しみ、応援してます。えへへ、ありがとう。アクアに負けないようミューズも頑張るから。私たちもミューズに負けないくらい輝きたい。ほのかちゃん、見ててね。で、あんたたち慣れ合うんじゃないよ。